あ、やばい。上がっちゃったですね。負けそうですね、これ。で、まあ、このね、インジケーター稼げれば30兆円ぐらいするよって言ったらね、人間たちが何て言ったと思う？俺のも買ってくれって30兆円とかね、全然稼げ、作れもしないのかと思うんだけどね。それとか、インジケーターね、詐欺だとかね、言ってね。そんな妨害がたくさん入ってます。このちゃんと出してるでしょ。だけど920円しか稼いでませんよ、1日で。このインジケーターね。だけどそれだけで大変なんですよ。いつもこんな風にちょっとでも稼げたらもう30兆円するんですよ。これ買ってたら大変だな、これ全然負けたもんね。これやばいな、落ちるかな。うちの猫ちゃんかな、帰ってきたのかな。外ばっかり行くから保健所に取られちゃわないかな、心配してんだけど。厳しいね。こう落ちないとね、こんな上がってきちゃったもんね、きついな。どうだろう、こんな上がってきちゃったよ。こっから落っこちてくれるな。どうだ、ここから落ちてこないかな。いい加減にしてくんないかな、こんなところ。しょうがないな。ここから落ちてくれるかな。こういうきついところだね。落ちてくれるか。ギリチョコかもしれないね。もうちょっとじゃないとね。どうだろう、もうちょっと落ちないとね。もうちょっと落ちろ。ああ、負けちゃったかな。
うん、開けちゃったな。920円の利益ですね。これデモ口座ですけどね。ということです。厳しいね。